皆さんこんにちは、 BT オプション顧客サポート部のナンチです。あ、ちょっとすいません、なんかちょっとあれもしやちょっとおかしい、だわもう忘れたかしらって言って、私いつも何でも忘れるので、はい、すいません、音楽消すの忘れてた。はい、ということで本日はなんだったっけ、ほら忘れた。あ、本日は三角持ち合い、はい、それについて説明を行っていきますということで、はい、ちょっと緊張してます。ちょっとカラオケの出だしだったからかな。ちょっと待ってくださいね、バクバクしてます、振動が。いけたかな。ということで、三角の持ち合い、ナンシーですね、サポート部やりながら、あの皆さん、あのナンシーと三角の持ち合いについて喋ったことがあるっていう方、はい、三角の持ち合い知らなかったの、ナンシーっていうの本当に知らなかったんですよ、実はね。はい、でもサポート部やっててこんだけ取引している以上、なんか知らないってなんか言えなくて、あの三角の持ち合い使ってるんだよねとか言われた時に、へえわかるわかるみたいな感じで言ってたナンシーがいたので、三角の持ち合い、はい、これについてちょっと、はい、説明していきたいと思います。でもあの見たら、ああわかるわかる、本当にわかります。あのナンシーも知らず知らず、なんかあのロウソク足結構見てて、こう、あ、狭くなってきたなっていうのはその感覚一緒なので、はい、ちょっと説明を行っていこうと思います。ということで音楽スタート。はい、あ、ちょっとうるさいかな、大丈夫かな。はい、ということでちょっとチャット見ていきます。あ、ヨッシーさん、ナンシーさん、お疲れ様、ポッチッとしましたよ。ハイローペイアウト 100% で2回取引して勝ちました。いいですね。いいですね。はい。なかなかいい感じで。ナンシーも今日取引して、はい、3回でやめました。100% ペイアウトだったら結構、あの、まあ、1万購入したら1万戻ってくるみたいな感じなので、あの、勝率的にもこう、なんか変に 80% が返ってくるとか思わなくても、もう本当にそれこそナンシーの好きなマーチンゲール、ナイチンゲール手法で、はい、結構あの、割とハマりやすいので、はい、取引しやすいです。ルーレットさん、こんばんはということで、ありがとうございます。今日はちょっと顔文字入れていただいてありがとうございます。はい、ということで、さて、始めていきたいと思います。ですね、三角の持ち合い、はい、まずはちょっとタイプ別で説明していきたいんですけども、三角の持ち合いでもなんかいろいろパターンがあって、ちょっとまず1つ目、はい、3つあります、三角持ち合い、はい、でこれがまず1つ目なんですけども、英語では close triangle、 あのちょっと日本語では正直わからないです。でも主にあのここにあのサポートライン、こう真ん中あたりに引けてなんかちょっとわからないようなこうジグザグになってる時、はい、ですね。でも真ん中に、あ、水平線が引けるな、でもどちらかというとクローズ、こう結局あのこう縮まっていく、はい、狭くなっていくタイプのことをクローズトライアングルというんですけども、これ水平線を引いて、あ、こんな感じになんかだん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 縮まっていくなっていう時に、ここがブレイク基準ということで、一旦あのここを抜けると、はい、まあすぐにはいはちょっとできないんですけどね。なぜかというと、あの三角持ち合いでちょっと気をつけていただきたいのは、特にクローズトライアングルとかの時はこうなんかあの真ん中にしか水平線が引けなくて、それこそなんか上も決まってないし下も決まってないみたいな、ここのレートが、はい、決まってないですよね。はい、その時にあのどうしても騙しというのがあるので、できれば一旦ここで、あ、なんか抜けたな、あ、結構いい感じじゃないって思っても、ちょっと様子を見た方がいいという、はい、状況ですね。騙しがあるので、はい、で主にですね、はい、どういうふうにあの三角の持ち合い使うかっていうちょっと説明をまずは行いたいんですけども、行く方向、相場の行く方向がちょっと不明の時に、はい、あの利用するといった三角持ち合いなんですけども、先ほど見せたクローズトライアングルの場合は、まあ騙しがある可能性が一番高いタイプの、はい、三角持ち合いになるので、ちょっと行き先が分かってから乗っかるっていう方がいいですね。ですごいこの三角持ち合い3つタイプあるんですけども、全て本当にあの待つ力、はい、がすごい試されるので、待てないっていう方はやらない方がいいです。はい、ということで、この猫ちゃんみたいにネズミいつかなって待てるぐらいの、はい、感じで入れる方は三角の持ち合いいいと思います。で次に、まあ何しは無理だけど、
で次は安値を切り上げるタイプということで、ちょっとこれ1時間足で見てたのでちょっと部分部分になってしまうんですけども、アセンディングトライアングルと言いまして、こうだんだん上がっていく、うん、でも上のところはだいたい水平線が引ける、まあ要するにレジスタンスが引ける、でも下の安値をだん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 こう更新して切り上げていくタイプのことをアセンディングトライアングルと言います。なので基本的にこう上がってきたぞ、いい感じ、あ狭くなってきた、えどうなの、あ抜けたっていう時にこの辺りでちょっと待ってからですね、ロー購入を、はい、乗っかるようにする、なんかブレイクしたところを乗っかるみたいな感じですね。で次にディセンディング、はい、ディセンディングトライアングルなんですけども、これは高値を切り上げるタイプということで、ここに、はい、作りましたが、安値のところ、はい、はだいたい水平線が引けて、で高値のところはだん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 値段が下がっていく、はい、でここでうわブレイクした、あでももうちょっと様子見ようっていう時に、まあ、何個か、はい、この辺りでこう購入みたいな感じで、はい、ブレイクを基本ブレイクしたって確認してからポンって乗っかるようなトレードのことを三角持ち合いですね、はい、と言います。ズバリそれだけ、簡単じゃないですか、はい、以前ね NG とかW トップボトムとか説明してきたんで、要するにそれですね、もうそのタイプの一つです。だからチャートが今後相場がどういう方向に動くかっていうチャートのパターンを頭に入れることですごい、はい、世界が広がります。はい、ということで以上です。大丈夫ですかここまで。はい、ちょっとチャット見ていきます。つっちゃさん、ナンジーさん、皆さんこんばんは。男女の三角関係か。おい三角持ち合いですね。そうなんですよ、三角関係か。あ、今まであったかな、なかったな、うん、多分なかったと思う。あったかな、三角関係はなかったな。あった。はい、ということでライトさんこんばんは、今日もよろしくお願いします。ポチッとな終わりましたが、11から動きがないですね。今日12位になってたんですよ、なんしびっくりしてオーマイゴッドって思いました。はい、しかしですね、まあ気にしない気にしない、はい、でも気にする。はい、安和さん負けました。はあ、安和さん負けました。どのように負けたんですか、教えてください。うん、ちょっと気持ち的に痛いですよね、でもこういう時に聞かれると。何しもすごい分かります。負けた日ってシャワーの中でこう頭をゴシゴシしながら、ああ負けた、今日はああ4万負けたとか、あ今日は17万負けたとか、150万負けたとか、いろいろ考えるんですよね、シャンプーしながら。あ、ちなみにシャンプーの話なんですけども、私はこうシャワーするんですね。でもなんかそう、サポート部と話してたら、日本の方はこうやるって聞きました。本当ですか、気になる。はい、ということで、まあいいや、こうやる意味ってあるんかな。でもこうシャワーがこう出てきたらこうやるのわかるけど、こうやる意味ってなんかあるんですかね、こうやる、なんでだろう。はい、でデブッチョさん、私は四角い安倍川餅が大好きです。餅、四角い安倍かも、どんなんだろう、それ食べたことない、多分。風景の建物が仕事柄気になります。風景画像が欲しい。あ、もちろんです。はい、何週今日このことですかね。なんか今日見てて三角の持ち合いなので、はい、三角関係が潜むこの家にしました。結構綺麗ですよね、ナンシー結構好きです。わかりました、デブッチョさん送ります。はい、ということで、まあさてさておき、もうそれだけ今日説明終わり。はい、本当にそれだけ、いろいろあるんですけどね、なんか外国人トレーダーさん、はい、パクってきたんですけども、なんかこれはどれだったっけ、これはクローズとか、はい、クローズとの説明で、まあ要するにこうあんまりこうなってますよね、縮まってきてますよね、徐々に縮まってきたぞ、ここで抜けたぞ、
でこの辺りでエントリーっていうことですね。でターゲットはまあこの辺っていうことで、まあ、そこはもう皆さんバイナリーなので、あれターゲットって言っても時間が来るので、はい、あの考えなくていいんですけども、はい、だから楽と、はい、いうことで、それはさておき、あとはアセンディングのみの、はい、説明とかもあったんですけども、アセンディングですね、こう上に、もちろん上に抜けるタイプもあれば下に抜けるタイプもあるし、アセンディングだからといって毎回ナンシーが先ほど説明したあの下がっていくっていうわけだけでもないっていうのが分かりますね。上がっていくこともあるし、もちろん下がっていくこともあるということを、はい、覚えておいてください、はい、で本日は10時半、はい、日本時間の10時半に、なんか発表ありますなんか発表ありますとか言って、重要度は高いです。なので動きはあると思うので、ナンシー取引したいんですけども、ナンシーですね、今日は実はですね、ちょっとなんか勉強したい気分で今日は家帰ってちょっと読書をしようと思います。なので取引はしないんですけども、するかな、わかんない、はい、ということで、そう、それでトランプが今日、はい、20日っていうのかな、はい、大統領になるっていうことで、で大統領になるっていうことを考えていって、何し今日ランチ時にあの口もぐもぐしながらですね、あのちょっとトランプの奥さんのこと気になりだして、はい、奥さん、はい、これオバマ大統領の奥さんが何やってんのみたいな感じになってるんですけども、はい、何があったか知ってますか。あの彼女がスピーチを、はい、去年した時にですね、なんとオバマ大統領の、まあ、奥さん、はい、ファーストレディの奥さんのスピーチと全く一緒のところがあるんですよ。へへーみたいな、あの全く一緒のこと言ってるんですよ。だからもう何してんねん君みたいな感じで彼女がちょっと怒ってるみたいな。でこのどんだけ一緒だったのっていうのは見ての通り、これあのこれがオバマさんが、ミシェル・オバマさんが2008年にしたスピーチで、この赤い部分が、これはあのメラニア・トランプさん、はい、あのトランプの奥様が、はい、やったスピーチなんですけど、この赤い部分が一緒だったっていう大丈夫みたいな。でもあのサポート部とちょっと話してて、でもスピーチ書く人が いるんじゃないのみたいなあのことを言われて、あ、もしかしたらそしたらちょっとしたいじめみたいな、はい、なんかわかんないですけどね、何があったか、ちょっとしたいじめでそのスピーチの人が、あのオバマ大統領と一緒にしたろうみたいな感じでなんかいじめたのかなとか、いろいろ何し妄想してたんですけども、まあさておき、はい、とりあえずゴシップ話は置いといて、ではでは取引に、はい、参りたいと思います。実際にあの取引チャンスが なければですね、何し別の手法で、はい、ちょっとやっていこうと思いますが、今日の説明は三角持ち合いということで、できるだけ三角持ち合い、はい、利用してあのパッと判断してパッと取引やっちゃいましょう、はい、あ、カッパさん、ナンシーさん、こんばんは、間に合った、ありがとうございます、間に合っていただいて、はい、ここにいますよ、はい、いつも参加ありがとうございます、皆さんありがとうございます、はい、今日はちょっとナンシー元気です。以前なんかブスーみたいな感じでちょっとあの怒ってるようなナンシーだったんですけども、今日はねなかなかね、うん、まだマシ、はい、ということでいきますね。では三角持ち合い、三角持ち合い、はい、OD に行きます。三角持ち合い、うん、これはないな別に、これは普通になんかレンジっぽい感じだよね、だよね、狭くなってもないよね多分、ちょっと大きくしよう。でも過去を遡って、いや見て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 、ほら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 、ここはい、これは名前なんだったっけDescending type ですね。だから高値を切り下げるタイプ、うん、なるほどなるほど、ねねねね、こんな感じ、はい、でもう一個線を引くとしたら、縦にも引けるんだこれ、知らなかった、はい、ちょっと曲がってるけど、はい、まあDescending type、ちょっと騙しでこう抜ける時もあるんですけども、あーほら綺麗に下がってる、いい感じですね、こんな感じで、だからここでローみたいな、ちょっと乗ってから、はい、ローみたいな、はい、そっかそっか、はい、では他見ていきましょう。ユーロージは、あ、なんか
おかしい、気のせい、あ、気のせいじゃない、おかしいわ。ちょっとこれ見よう。はい、ビューロ王子、はい、来ました。なんかこれはちょっと無理だな。ユーロ王子、ユーロカナディアンドル、ないですね。ユーロスイスフラン、ないですね。ないね、ないね。こうちゃんとトレンドっぽく、ダウントレンド、こうピタッと、はい、ピタでもないけど、まあとりあえずこれは、これはどうかな。これもダメだな、ダメだな。まあ要するに水平線が引けるポイントを探したら結構いい感じなんですけどね。クローズドだったら水平線、うん、水平線使える使える。なんか水平線を引けるところがあるかどうか。あ、これ引ける引ける。ちょっと待って、ちょっと引ける引ける。え、ちょっと待って、引ける？あ、引けない。いや、いけるんじゃない？これにならない？ならないか。これめちゃちょっとこれちっちゃすぎるでしょ。ちょっと自分で受けました、すいません。だってナンシー、ここのここだけの基準で、これだけの基準でやろうとしてたんですよ今。ここだけ抜けた範囲みたいな。まあいい、まあ勝ててたかもしれないけど、これはちょっとちっちゃすぎますよね、いくらなんでも、うん、はい。なんじゃ次自分で笑ってしまった。これは、これは水平線で、水平線を引いて、あ、これいいかも、これいいかも。あ、ちょっと早くやらなきゃ。え、ちょっと待って、え、引けない、ちゃんと。え、購入タイミングがずれるじゃん。どういうこと。あ、ダメじゃんこれ、無理だ。え、どういうこと。あ、またちっちゃく見てた。あ、違う違う、こういうことだよね。いけるいける。で、こういうこと。ちょっとこれ伸ばしたい。はいはい。ってことは、これをブレイクしたら乗っかる、これを下に抜けたら乗っかるっていう。はい。うわ、ポンドカナディアンドル、ちょっと、あ、消えた。うわ、最悪、消えた。ちょっと待って、ちょっと待って、どうしよう、焦る焦る。で、トレンドライン、はい、で、トレンドライン、あ、トレンドライン、ちょっともうちょっと下か、違う、デリートじゃないよ。はいはいはい、いい感じかも。これちょっと動かそうか、デリートしようかな。ちょっと乗ってきた乗ってきた、トレンドライン。はい、こんな感じで。ちょっと見えにくいですか、こんな感じです。うん。で、ここを抜ければ、はい、いや、やっぱちょっとゴミ箱あげよう、どうせなら。なので基本的にここを抜ければ、ちょっと待ってローだし、上がればちょっと待ってハイみたいな。でも大きめのトレンドで言えば、うわ抜けたっぽい、うわ抜けたっぽい。待てないよ、無理待てない、無理、待てない。え、ダメなの、そんな購入しちゃいいでしょ。でもまた戻ればダメなんですよね。上がればなんし、自分をもう置き去りにするかのように、はいに購入します。つぼっこさん、間に合った、ありがとうございます。つぼっこさん来ていただいて嬉しいです。はい、もっちゃんさん、はい、ナンシー、ナイスミーユー。はい、
Nice to meet you too. Nice to Ustream meet you かな。はい。動画見て勉強させてもらってます。いつも楽しい動画をありがとうございます。バイナリーで生活できるように頑張ります。ニコちゃんマークありがとうございます。大統領なんとかなんとか式のスピーチでトランプがどう発言するか気になりますね。本当です。あ、勝った。やった。もうこれで終わり、取引。本当ですね。気になりますね。それによって相場がこうなんか左右されんのかなみたいな。結構皆さん今日電話した皆さんの中でも上がるでしょうみたいな、ドル円は上がるでしょうって予想している方が多いんですけども、ナンシーですね、実はその逆にいかないかな的な感じで、はい、思ってます。何携帯見てるんだみたいな、ちょっと気になる相場。はい、こばちゃんさん初めての参加間に合った、ナンシーこんばんは、ということでこんばんはです。これはハグですか、ハグ、はい、ありがとうございます。あ、ご来店いただきありがとうございます。はい、皆さんをご紹介、はい、したいところなんですけども、多いんで皆さん上から、はい、見ていってください。結構フルメンバー、はい、来るとワイワイ楽しくなるので、ということで、はい、これもうトライアングルになってないかな、もうダメかな、いいよね、これずらしていいかな、ずらしてまた使えるかな、ダメだよね、だってここが基本だもんな、もうダメだ、今日はこれやめときます、やめとくって言いながらも気になるんだよね。いやでもやめとく、一旦ちょっとね購入したんで。ではポンド円ちょっと見ていきましょう。ポンド円も、ああ、いいんじゃない？ダメ？ああ、ダメだ。ダメだ。これはやめとこう。ポンド円ダメ。ポンドドル。ポンドドルも抜けちゃった。ダメ。ドルカナディアンドル。水平線抜けた。はい。ここ水平線。うん、これは何とも言えないですね。ドル、スイスフランは？ドル、スイス、フラン、おお、ほほ、水平線、ここ引けます。でも、これで言うと、まあ、どうなん？どうなん？なんか微妙だな。これも、何もなってないわ。はい、ドル円。どう？ドル円、ダメだな。もう、タイミングがないんじゃない？これ。はい、タイミングがトライアングルの持ち合いがないということで、5分で見たらどうなんだろう、5分で見ていこう、1回5分、はあ、ああは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 あ、あ、これはダメだな、ここだけでいくと、ああなるほど、クローズとになるかな、クローズドにならないな。ダメだ。使えない。OG ドルは？ほうほう。水平線で、なんか、もじゃもじゃしてるけど、全然クローズでもないな。OK。では、ユーロ OG。ふんふん。ユーロ OG は？どうなってるこれ。シャキンってなってて、こっちもなんか、シャキズレになってるからダメだな。ユーロカナディアンドル、これはここでぐるぐるいってて、ここはまとまってないし、ここまとまってないからダメだな。ユーロスイスフラン、水平線がない、はい、ダメ。ユーロ円、ユーロ円ダメだな、全然まとまってない。ユーロドル、ディセンディングにならないこともないですね、これ。5分で見ると。だから一回5分取引、3分取引でやってみようかな。5分の3分で、要するに、こういうことです。要するに、ここが、まあ、安値、水平線チックな感じだとして、で、
ね、無理やりすぎるこれ無理やりすぎるかな、どうなんだろう、無理やりすぎる、え、ダメ、え、いいでしょ別に、どう、ダメ、どう、無理やり、ちょっと無理やりか無理やりかな、いや悪くないんじゃない、ダメ、もうちょっとこれ伸ばしたらどうなる、いやいいんじゃないの、ダメ、まあそんな言ってないもんな、だから騙しだと思ってこんな感じ、ちょっとなんかちょっとダメかな、いやだって、いやいいでしょね、ちょっと抜けてても騙しですここはみたいな、そしたらこれでいこう、はい、で3分、いや3分やめよう、やっぱ1分が好きな、消えた、もう最悪、またな、だから水平線、やっぱ3分でしょうか、はい、やっぱ3分、うわまたチャートおかしくなった、最悪、ユーロドル、ユーロドル、ユーロドル、まあダメだ、うわもうなんで、ユーロドル、ユーロドル、ユーロドルの5分の3分取引、はい、あブレイクした、ブレイクした、はい、ブレイクしたかな焦りがすごい、あこうやって焦らない、焦らない、一休み、一休み、あ抜けた、いやもうちょっと待とうか、いやもう購入する、我慢できない、はい、負けたら負けたでその時はしょうがないよ、はい、ということでユーロドル3分はいしました、うん3分ってちょっと長いな、あ今チャット見てるんですけど、これ何だったっけ、よしぎさん初めてのライブですってなってる、え、ありがとうございます、え、何だったっけ、私この漢字もうすでに忘れた、やっぱ忘れるの早いわ、なんし教えてください、この読み方、ぎよしそんなんだったような、ごまちゃんさん、ナンシーの自由さがいい私も待てない、ポチポチタイプだから我慢と戦う本当ですよ、我慢と戦いの嵐、あれナンシーこれ負ける、もしやゲゲー、あでも2分あるんだ、ちょっと1分で見てみよう、どんな感じになってるんだろう、うわーうわーこれ、ちょっと待って、これ三角にはなってないか、でもまあでもここを見るとなってるっぽいし、これこれはいじゃないの、こう見たら、なんのに5分で見たらゲー、もうちょっと待つんだったな、これ裏切って1分行こうかな、裏切って1分、あもう遅いなこれ遅いよね、遅いかな、遅いかな、いや逆にロー、5分で見たらちょっととりあえず取り戻したいなこれ、はあはあ、いやちょっと待って、手法を変えるブレイクしたら乗っかるわこれ、ブレイクせずにあれだったらあれにしよう、全然まだまだ、うーん、そうだんだん見ていくんだよね、こうやっていろんな、シンプルにいこう、ダメだダメだ、うん違う、はい購入しました、ブレイクしたら裏切るかのようにはいにします、何の処方になってるみたいな、まあ確かに、あ、あら
ナンシーの友達からお電話中です。いや、すごい相談されててですね、今。そうなんですよ。ナンシー相談受けるの大好きで。恋愛相談なんですけども、ちょっと大変なことになってまして、友達が。もうそれこそいろんな友達を引っ張ってですね、一番ベストな答えが出るように、で、その友達に、これでいいか、これで友達に送るぞみたいなこと言ったら、それでいいぞ、行けみたいな感じで、そしてこっちの友達に行けみたいな、こういうことだみたいな感じで説明するんですけども、そうなんですよ。よし、クイーンシャキーン、はい、ということで行きましたね。はい、そしたら5分が良かったんだ。5分足でちょっと抜けたって思った時、5分取引してたら勝ってた。しかもブレイクしてるんじゃないこれ。ほら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 。そしたらもう一回やろうかな。え、またやるのナンシーみたいな。うん、やる。あ、しかも1分でやっちゃった。また一緒の失敗。まあいいや。まあそういうことです。とりあえず。以上です。三角持ち合い。どうでしたでしょうか。はい。ということで、ナンシーも今日は取引お疲れみたいな感じか、ナンシー好きなもので取引しちゃってよみたいな感じか、はい、もういいよ今日は、バイバイみたいな感じか、はい、教えてください。ライトさん、映像も声も消えて真っ暗になっていますが、私だけでしょうか。あら、映像も声も大丈夫ですよ。チャチャさん、ありがとうございます。あー、たまになんか途切れたりするんですね。参りましたね。なんでだろう。でも何しもあるんですよ、自分のユーストを見てるとなんかストンって落ちたりしてるので、なんか環境ですかね。なんか重たくなってるとか、パソコンが。あー、負ける、やだ。もうしょうがない、これは負けとして認めようか。でもちょっと1分見よう。ねえ、なんかここでなんかゆったりしてるな毎回。今さら下がるの。あー、5分は5分と長めの方がいいんかな。でも今さらって思っちゃうんだよねこれ。でもいいや、今さらにかけてみようか。今さらにかける。そういうのがダメなんかな。でまた3分にやってるし、5分じゃない、5分じゃ待てないんですよ。何し待てない、待てない。ああ、ほらこうやって上がってくるでしょ。もういいや、今日はリラックスしよう。ですね、今日は調子良かったんですよ。昼3回だけ取引して、勝ってやめてみたいな。 100% ペイアウトはそのうち2つあったかな。でも全部ハイロー取引で、どうやってやったかっていうと、説明しますね。1時間足を見て、ボリバン見て、ボリバンくん見て、もう動きすごいな今で、あ、ボリバンは3シグマにしたんですよ、何し。うん、で3シグマにタッチしたところでローみたいな。もちろん1時間だったからベストタイミングに入れなくて、このちょうどタッチした後のなんか次の足ぐらいでローしたんですよ。そしたら、はい、見事に全部勝ちました。だからこれで言うと、はいみたいな、うん、だけどこれはちょっと怖いな。今勢いついて、なんか勢いが全部出てますよね。うん、これこういうのでローしたんですよ、ナンシー。この2個目のところで、だからローチャンスですよね。あ、これなんかちょっとクローズドっぽい、ちょっとクローズドっぽい。これ抜けたら入ってしたくなるけど、基本的には1時間で見たらロードキなので、ナンシーだったらこれやらないな。どうなってる。あ、でもこれもロード機だな。
ローはローなんだけど、うーわー上がってきてる。もうこれダメだ。3分の方が良かったんかな。え、違う、3分だったんだ。じゃあ1分の方が良かったんだ。もうわけわかんない。クーさん、今日も見てましたよ。トレードはできないけど。あら、クーさん、あら、クーさん、また動画撮っていただけたら送ってくださいね。お待ちしてます。早く調べたいので。つぼっこさん、得意な取引みたいです。わかりました。そしたらちょっと得意でいきましょう。ヨッシーさん、時々止まってたみたい。ありがとうございます。チャチャさん、わかりやすい三角持ち合いでしたよ。ありがとう、ナンシーシャンありがとうございます。ごまちゃんさん、三角参考にして練習してみようかな。まだどのテクニカルが好きか見つかってないから動画見て勉強します。メモメモかわいい、ありがとうございます。そうですね、ブレイクした時まで待てるか、これは待つのがすごい重要ですね。特に1時間とかで持ち合いになってたら、三角持ち合いになってたら、もっとタイミングは濃いと思います。どっかないかな。わかりました。そしたらちょっと待ってくださいね。ナンシーの今日のちょっと損失をチェックしたいので、ちょっとブラウザー取引に行ってまいります。テントレーダーでは損失がこれだみたいなの出ないんで、ナンシーいつもブラウザー取引に行って、自分が今一体合計でいくら負けてるのか勝ってるのかっていうのを見ます。あ、うん、評価損益19,800円プラスだ今日は。でも今日せっかくちょっと、もうちょっとプラスだったのに、ちょっとマイナスになったんだよね、さっきなんで。やっぱ27,000円で購入するか、いや5,000円スタートするか。はい、ではでは参りましょう。なんし最近本当にこの時間って動きがある。うん、そしたら5分で見て、ちょっとレンジっぽい。水平線で行こうかな。はい、一旦水平線トレードやります。5分で見たらちょっとレンジになってる。でも抜けたらもうこれ購入したらダメだわっていうポイントをちょっと押さえときます。今これダウントレンドだダウントレンドだから基本ロー購入しかしない。はい、ちょっとこれ書いとこう。本当に忘れるわ。はい、基本ロー購入しかしない、ローしかしない。あ、ブレイクした。なんか上がってきたらロード機をタイミングを、はい、行くって感じですね。だからナンシーは今超失敗をしたっていう。そうだから5分足で見てトレンド確認で、次にその方向に、あ、もうブレイクしたからこれダメだ。その方向に購入、はい、水平線基準で購入をしていきます。ちょっと他見てみよう。はい、しっかり5分を見て、今ちょっとアップトレンドな、下がってきたら購入、はい購入、はい、下がってきたらはい購入です。でちょっと一旦、まだまだ下がってきてもおかしくないぐらいなので、ちょっと購入できないですね。オージー円飛ばします。オージードルはさっき抜けてましたよね。だからでもちょっとレンジに入ってるっぽい、ここだけで見るとレンジに入ってるっぽいので、上がって
ってきたらロー購入なんですけど、でも今のところこれ上がってきそうにもないのでちょっとタイミングじゃないですね。ユーロ王子、ユーロ王子はレンジを、レンジっていうかチョッピー相場をちょっとブレイクした後なので、これあーはい、あー抜けた。でもここで、あ1分か、ダメだ、5分で見なきゃ。うわーこれなんかチョッピーすぎる、雑いな。はい、ユーロカナディアンドルアップトレンドですかね、今のところここだけで見るとアップトレンドだから、気温下がってきたら廃購入チャンス。でも下がってきそうにない。ユーロスイスフラン、これもはい、トレンドがアップトレンドで、ブレイク基準が、お結構いいところ、あ1分かこれ、そっか5分見なきゃ。でもそうですね、でも今上がってきたばっかりだし、これ基本ダウントレンドだったのをちょっとブレイクしたんだってなると、ハイに乗っかるのもいいと思うんですけどね。いやでもユーロスイスフラン苦手だから、ちょっと先をユーロ円、ユーロ円の5分、ユーロ円の5分はアップトレンドを1分で見たら、一旦ハイ入れてもいいかな。うわ危ないね。はい、はい入れました。もう下がったらまた購入します。なぜ今入れたか、ああもうちょっと待っておけばよかった。うわブレイクした本当に。で次の水平線基準、ここまで待てるかな、なんし待てないかもしれないけど、ここまで待とうか。でもこれ以上下がったらちょっとやばいよね、これ。で、これ。うん？どこで購入したか。うわー、ここ水平線で購入してないから、うわー、上がってくれー。上がった。あー、怖い。また下がってくるまで待とう。もう5分で見ると、はい、ということで、あちょっとみんなからのコメント見よう。デブッツさん、これにパラボリックを足してみては。あ、なるほど、パラボリック。パラボリックか。MT4 開かなくちゃダメなんだよな。それ毎回忘れる。カッパさん、ナンシーさんに質問とか聞きたいことあるときはどうすればいいですか？もし、システム的なことであれば、サポート宛てにメール送っていただければ、私が、はい、返答します。で、プライベート的な感じでナンシーっていうことであれば、サポート宛てに送っていただければナンシーが受信します。でももしみんなに共有しながら、こうなんかちょっと聞きたいことみたいな感じだったら、ここでいいですよ、全然入れてくださいね。パラボリックか、パラボリックも見たいけどな。 MT4 で見なくちゃダメなんだよね。よし、ちょっと MT4 開いてるうちにユーロドル5分で見てみよう。うん、ちょっとダウントレンド、ちょっとブレイク型、うん、ちょっと先を。ポンドカナディアンドル、なんかチョッピー、ポンドドル、ダウントレンド、はい、
ダウントレンドでございます。ダウンです。お、しかも今ちょうど抜けるみたいな。あ、これで抜けたらもう無理だな。また下がってこればロー購入でもいいと思うんですけど、抜けてるなこれ。もしまた抜ければ、っていうことはもしまた 1.226816 を抜ければ 1.226816 を抜ければまたローします。あー、抜けてこないかな。上がるんじゃない。上がるな。下がるんだ。無理か。あれ、お菓子が、あ、ここにあった。いちじく食べる。ダメだなこれ。ダメだ。はい、ポンドドル。あ、違う、ドルカナディアンドル。5分で見るアップトレンド。しかし抜けそう。はい、抜けた。ブレイクしてるんだったらちょっとな、無理だな。はい、ブレイクに乗っかることはなしできないので、はい、ドルスイスフランアップトレンド。しかし抜け。戻ればハイ購入。戻ればハイ購入。86ぐらいに来たらハイ購入しよう。ドルスイスフラン、私苦手なのになぜか手出してしまったな。なんでだろう、なぜ。しかも今基本ブレイクした感じだな全部。ドルスイスフランの1分で。ちょっとパラボリック見よう。今完全売りになってるし。パラボリックでデブッドさん完全売りです。ちょっと売りに乗っかってみようかな。そしたらで売りに乗っかったらこれ負けるんだよね。不思議だよね。自分が一回負けてそれにそうしたら乗っかってみようってやってみたら今度負けるみたいな。あ、ちょっとパラボリックを見せましょうか皆さん。ちょっと別画面になるんですけども、なしなしのパラボリックって一体何みたいな。パラボリックっていうのもなかなか面白いんですよ。デブッチョさんが言うように。パラボリック。ん？なんでだ？あ、こうか。ちょっとテントレーダーじゃなくてターミナル。これなんか選択できないな、やっぱり。はい、勝ちましたね。
ナイスですデブッチョさん。ちょっとこれ私どうやって追加するんだったっけな。てかもう、もうこんな取引してたの。もうあっという間ですね取引してたら。本当にまずいまずい。どうしよう、無理だわ、出せない。あ、いけた。はい、パラボリックなんですけど、パラボリックもなんか買い売りみたいな感じでサインが出るんですけど、これかな。はい、ちょっと見せますね。あれ見えないか。あれどうしたらいいんだろう。あれ、あーもうわかんない、なんかおかしくなってる。あー、これでいい。はい、これ今ドルスイスフランを見てるんですけど、ここになんか点がありますよね。下に点があるときは買い、ここで買いですよみたいな、上に点が出てきたら売りですよみたいな、すごい単純なもので、何し、まあ平均足好きなんで平均足表示してるんですけども、そうなんですよ、なかなかいい感じで。ちょっと他見ていきましょうか。ポンドドル買いみたいな、ユーロドル下にあるから買いみたいな、ドル円、うん、売りになってますね。まだドル円売り、今ちょっといい感じじゃないですか。ドル円、ドル円ちょっと行ってみようかな。ドル円、ドル円どうなんだろう。ドル円ちょっと売ってみようかな。はい、ドル円何し売りました。っていうことで、そうなんですよ、まだ売りなんで、はい、何し売ってます。でもこれ上がってきたらちょっとやばいけどね。でも一瞬の上がりかなって思ってローしてみました。はい、これが最終パラボリックトレードになります。はい、失敗したらもう今日は帰る、今日は帰る、今日は帰る。はい、ということで、なんか言いたいこといっぱいあったんだけど忘れた。カラオケ行きたい。なんか古い曲を、なんかバラードを全部歌いたいです。そういう気持ちで自分の世界に入るみたいな、みたいな。うわ、めっちゃかわいそう自分みたいな。めっちゃかわいそう自分、めっちゃかわい、うーわーかわいそう、ほんまにかわいそうだこれ。かわいそうだよ、ちょっと待って。うわ、買いサインが出てる、ドル円。次ダメだわ、ちょっと待って、帰れない、帰るに帰れない。調子良かったのに一回負けたら帰れないこれ。ちょっと待って、ちょっと戻ろう。パラボリック、はい、ポンドドル、まだ買いだけども、ちょっと浅くなってきてますよね徐々に。これもうそろそろなんか売りきそう。ユーロドル売り、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 ユーロドル売りやって、乗っかるしかない、乗っかるしかない、ボニュー、乗っかるしかない、乗っかるしかない。他に見ていこう。何しや1個ユーロドル売りました。もうどれでもいいか言っちゃいみたいな、これやばいですよね本当に。で他はドル円、買いが出てる、買いが出ちゃってるよ。ドル、カナディアンドルはまだ売り方向だけど、ちょっと浅くなってるから、これ買いが来たら買いなから、ブレイクしてるしな、どうなんだろう。うわー最悪、ユーロドル上がってきてる、あ下がってきた。もう神様、神様、トイストーリーのあのあれ、神様ってやつ知らないですか。めっちゃ好きなんですよあれ。はい、ということで本日終了、ポチッとな、忘れないでくださいね。ではナンシー帰ります、本当に帰ります。今日いや帰らないですよ、この後もちょっと仕事あるんで。はい、でもみんな、はい、良い祝日、休日、うちがよくわかんないけど、週末だ、週末をお過ごしくださいまし、ということで、はい、本日は以上でした。ナンシーの三角持ち合いレポート、三角持ち合いはちょっと取引なかなかタイミングなかったりうまくいかなかったりしたんですけども、はい、以上です。皆さんどうでしたでしょうか。はい、
い、では最終チャットいきます。カッパさん OK です、今度メールします。はい、メールしてください。ズズさん、やっとお菓子タイムが見れたそれ待ってたんですか。はい、クーさんおやすみなさいということで、はい、おやすみなさいです。ちょっと休みます。ナンシーもカッパさん、ナンシーさん、 ADX でトレンドの転換見れますよ。 ADX ってストキャスの中に入ってませんでしたか。なんかそうなんですよね、違うかな、なんか使ったことあるような、あれなんだったっけ、 ADX って何の手法テクニカルで見れたっけ、忘れた。つぼっこさん、勝ち逃げしましょう。そうですよ、勝ち逃げナンシーです。とりあえず33,600円、はい、今日トータルでキルトレードも入れて、はい、いい感じですね。ということで以上です。なんかナンシー最近髪の毛爆発してる。はい、ということで Thank you very much for watching。 ではさよなら、バイバイです。 Have a great weekend and see you next week。猫パンチさんからコメント来てるので戻りました。熱い戦いが続いてるようですね。ナンシーさんのライブ放送も気になりますが、9時からのジブリの映画で顔なしが出る千と千尋 TV 放送なので、じゃあね。マジですか。ナンシーも見れるかな、なんか見れる方法あるかも、ちょっと聞いてみよう、オタッキーな友達に。はい、ありがとうございます。ナンシーが好きな、はい、千と千尋、私も見れたら見れます、見ます。あ、それか映画借りようかな。はい、ということで Thank you very much and see you next week. Goodbye everybody, take care. Bye bye. Stay down, then you do not have to pretend like there is no way out. I should have never let you in, 'cause you got me face down. Say now, tell me what you say, come again, if you cannot stay down.